どうも、愛ちです、えー。今週はカット編集なしの回となるので、ゆったり喋りたいとこなんですけど、えー、高校受験控えてるみんなにこう思いを伝えたい回なの。実はさっき撮ったんだけど、10分以上になっちゃって、さすがにこれは申し訳ねえと思ったからちょっと撮り直します。<laughs> なんでこれ2回目なんだけど。だから手短になるように話していくので、よかったらこう勉強の休憩中でもいいから、ちょっと思いをあの受け取ってもらえると嬉しいです。お願いします。で、 何伝えたいかなって思った時に、さっき10分以上経った理由があるんよ。それはね、俺もともと塾講師やってた時に、中学生が一番担当多かったの。だから、高校受験がん、ね、控えて頑張ってる子にすごい思い入れがあるのよ。だから、からうわーっていっぱい溢れちゃって伝えちゃったんだけど、でもその中からこう、そぎ落としてね、その中でもやっぱり一番伝えたいのなんかなって思ったら、みんながかっけえよって、みんなすげえかっこいいんだよっていうとこがやっぱり一番伝えたいことかなと思って、そこを伝えます。 はいまあ、今言っちゃったけどねあのー、そう言われてもさピンとこない方も多いと思います。俺も中学の時それ言われてもうん何言ってんだろうなーみたいなに思っちゃうと思うんだけどこうみんな今日さこの日を迎えるまですげえ頑張れた日もあればなかなか頑張れなかった日もあると思うの。だからそのさ人が思い出すものってネガティブな方が多いんだよ。頑張れななかかっったたた日とかダメだった自分みたいなほど 優先的に思い出しちゃう特にメンタルが不安定だとそうなりがちなんだよでもねそれを抱えながらでも今日までこうやって逃げずにちゃんと向き合って一歩ずつ前に進んで今日生きてるからその姿ってものすげえかっこいいんだよみんなねみんなだよ俺は関係ね私は関係ね違うよみんなかっこいいってすごく思ってるその姿を熟考師の時にやっぱ見てきたからさみんなねそういう頑張ってきてる子を でみんな俺は今みんなこの画面の向こうにいるみんなのさ姿見てないじゃんだから「俺のこと知らないくせに」と思うかもしんないそうだよ知らないんだ俺はみんなの顔もねでも毎週こうやって動画撮ってて、まあ、いろんなコメントを読ませてもらったりとか悩み相談答えてる中でさ葛藤しながら向き合っているね向き合って一歩ずつ前に進んできてる子たちが俺見てると思うのこのチャンネルはじゃなきゃ見ないじゃんだって時間の無駄じゃんこんな動画見たって。 でしょでも今さ何分経ってるか分かんないけど再生してここまで見てくれてるみんなね頑張ってるから多分この動画も「は関係ねえし」ってならずに見てくれてんだってそうだからもうその時点で俺の中ではもう根拠ができてるみんなが頑張ってきたんだなって立ち向かってきたんだなってそうなのでもう一回改めて言わせてみんな超かっこいいから超かっこいいだし俺の自慢だから ね、俺ごめんなちょっとこれ気持ち悪いと思う方いると思うんだけどこの動画見てくれてる子俺自分の生徒みたいに本当に思っちゃっててそうみんな俺の自慢の生徒だから誰が何と言おうとそうなのでなんかそれが一番伝えたいなと思って今回ね撮らせてもらいましただいぶこうまとめたでしょ <laughs> で最後ちょっとだけ2個だけやってほしいことあってあのすぐ終わるからあのもう,もう多分受験直前の方もいると思うんだけどこの動画見終わったらさまず受験当日の準備今日から始めて 直前に始めなくていいから。い,いあの、受験票。まあ、受験票まだ来てないかもしれないけど、当日の持ち物だったりとか、家を何時に出て、何時に学校を着いてとか、特に電車、公,えっと、公共交通機関使う方だったら、何分の電車乗ってとか、全部シミュレーションして、えっと、1時間目が何、えっと、何の科目で何分でみたいな、をしとくといい。当日の動きっていうのを毎日シミュレーションしてほしい。そしたら当日慌てなくなるから。で、もう一個は、えっと、毎日寝る前に、今日1日振り返って、自分の頑張ったこと一個必ず褒めてから寝る。 いい褒めるの難しいと思うけど当日ね試験,試験会場であ,あ周り頭良さそうって思いながらそわそわするんだよでもその中で始めって言われるわけ試験1個目はい1科目目ねその時によし行くぞっていい目に力込めて自分のポジティブな気持ちでよし行くぞってめくれるそれがすごく大事どうせ無理なんじゃないかなって思いながらめくらないそれがすごく大事でそうなるためにはやっぱり自分を ポジティブにというか肯定してあげる気持ちがすごく大事。でもメンタル不安定だからやりにくい。でも、一日振り返った時に、一個でいいんだ。一個で。で、ちっちゃいことで構わないから、自分のことを褒めてから寝てください。いい。もし褒めることがなかったら、もうどんな日でもみんなめちゃくちゃかっこいいから。それは俺がもう勝手に思っていくから。だから、あ,あもうなんか興味ないけど、ハイチ、俺のことかっこいいって言ってたから、それでいいや。それでも構わないから。 そうやっててぜひ過ごしてくださいみんながそのね最後の試験に最後の科目の「はいペンを置いてください」って言われた時ペンを置いた瞬間にね絶対ねその一日受験振り返ったらあの後悔というかうわもうって思うことは出てくるから出てきてもそれでもいいからでもそれを含めて含めた上でやりきったなって終わったって。 あの終わったっていう時の開放感気持ちっていうのは本当に努力してきた人しか味わえないもの特別な瞬間だから是非それを味わってください一人でも多くの方がもちろん合格できることを心から願ってるしでもね受験には合格不合格があるからなかなかそうはいかないことも分かってるからでもみんな一人でも多くの方もって言うと全員がはあってやった終わったってそう思えるそれは全員ができると思っているのでそうなることを心から願っております はいちょっと結局長くなっちゃいましたけど、ここまでね、お付き合いいただきありがとうございました。またね、来週何か喋っていきますので、よかったらそちらもぜひ見てみてください。それじゃあ、今週1週間、そして今週もしかしたら試験ある方もいるかもしれませんので、みんながね、頑張れることを心から願っております。俺も今週頑張るからね、お互い頑張っていきましょう。それじゃあ、またね、バビリ頑張っだよ。そして、体調管理、気をつけてね。